1975年7月、ジョージア州のロボーにて、レモネード、スクウォッシュとキュウリが売られている、ニューオーリンズの専門業者。レモネードスタンドとは主に、米国において、レモネードを販売するために、子供自身が所有、運営する事業である。無数のパロディやバリエーションが広く知られているほど、夏のアメリカの風物詩的なものになった。この用語は、 アイスティーなど他の飲料を売る売店を指すのにも使用される。米国では無許可、レモネードスタンドの許可に関する規則で問題を抱えている。スタンドは折りたたみ式のテーブルでもよく、典型的なものではベニヤ板やダンボールなどで作られることもある。紙製の看板で宣伝することが多い。レモネードスタンドは子供が幼い頃にビジネスを体験するための方法と、 見なされることがある。利益、経済的自由、そしてチームワークをレモネードスタンドが植え付けることができる特性にしばしば起因すると言われる。しかし、実際のビジネスとは異なり、彼らは自由な労働力と家賃の恩恵を受けており、費用が不足している可能性がある。一部の地域ではレモネードスタンドは事業許可なしでの運営、健康法の遵守の欠如。 場合によっては、児童労働法など、いくつかの法律の違反になる。レモネードスタンドへの基礎は、非常に稀だが、市民の抗議によって閉鎖されることが知られている。一例として、子供が開いていた、レモネードスタンドが、2015年6月に、テキサス州オーバートンの町で閉鎖された。母親が許可を得ようとした時、彼女のキッチンの検査を要求された。2018年、 レモネードの人気ブランド、カントリータイムを要するクラフトハインズは、リーガルエードを設立した。2017、18年中に、当局から罰金を課せられた子供と、これから販売許可を取得しようという子供に、最大300ドルを支援するという。ニューヨーク州議会は2019年に、法案を成立させたが、これが可決されれば、未成年者が運営する。 レモネードスタンドを合法的にし、ほとんどの規制を免除することを明示する。その夏の時点で、米国の14州は許可なしにレモネードスタンドの出展を明示的に許可している。ビジネスシミュレーションゲーム、レモネードスタンドは、1973年にミネソタ教育コンピューティングコンソーシアムのために開発された。それは後に1979年にアップル2で普及した。 ありがとうございます。